まともな人はイラストレーターにならない説。同業者をディスるもん。え、怖っ。絵描けなかったら死んねえじゃんみたいな人ばっかですよ。いや、ちょっと待って。いきなり最初からひどくない？ちょっと待って。僕見てみよう。絵描けなかったらマジで死んでんじゃねえみたいな人ばっかですよ。悪いんだけど、こいつなんか絵描けなかったらマジ人間として終わってんなみたいな奴らが本来、だいたいそれは間違い、なんてこと言うんだこいつは。ちょっとやばい。よかったね、絵描けて。描けなかったらほんと君終わってたよ。人ですね、だいたい。まあ、しょうがない。いや、ほんと運良かったね、みたいな人ばっか。やばいだろうな。絵描いてお金もらっちゃうとか、確かに食ってくれてみたいな人が。そんなまともなやつなわけないじゃん。確かにそうなんだけど。まともなわけない。逆にどう考えたら、まともな。ちょっと待って、こいつ言い過ぎだろ。就職するだろ。就職して会社で嫌なことあって。我慢して、会社辞めねえだろ。まあ、そうなんだけど。そうそう、就職しなかったりとか、なんかいけんじゃねえかなって言って書いたらいけて、ラッキーみたいな人は大体、クリエイターですね。いや、真面目に。よし、クリエイターやるぞって言って、クリエイターできた人の方が、少ないと思うけど、まあいないよな、多分。いろいろうまくいっちゃってラッキーみたいな人ばっかりじゃん、そう。まあ運が良かった。ちょっと待って。警察づくで。で、俺はイラストレーターだった。それは確かにいないかもしれない、あんまり。あんまりいないかも。なんか絵描いてて絵うまかったからイラストレーターになられたみたいな人も多い気がする。自覚とかだ。あ、これは自覚と、俺才能だと思うからね。ぶっちゃけ。天が値し才能だと思ってるから、自覚といは。だから自覚とだったらさ、やっぱ普通の人より時間が取れるから、マジであれだよ、才能だよ。実家が太いっていうのは。